太陽熱発電 の最大のメリットは蓄熱ができるということにあります。で、蓄熱をすることによって日没後でも夜間でも安定した電気をいつでも供給することができる。一見太陽光発電のパネルのように見えるこちらの鏡、太陽の光を反射させてあちらに熱を集め、そこから発電する装置なんです。両サイドからですね、レシーバーチューブに向けて、太陽の光を集光してチューブの、に熱を与えていく。まず我々今試験を始めたところにありますので、今後実用に頼るような蓄熱のシステムというのを構築していきたいと思っておりますので、それができてから実用化ということになると思います。